自律神経専門家、近子の部屋へようこそ今日は近子のつぶやき動画ですということでですね、あのー、ご興味ない方はスルーしていただいて、はい、あの、健康情報とかセルフケアとかではないので、ご興味ない方はスルーしていただいて、はい、ご興味ある方だけぜひご覧ください。で、今日の動画は、あの、前回、えー、幸せってどこから来るのかっていう話をしまして、えー、反響が 多かったんです。はい。自分でも思った以上に反響が多くて嬉しかったので、ちょっとその続編っていうことで今日お話をさせていただきます。で、前回はその幸せっていうのはどこから来るんですかっていう話で、外から幸せですよっていうのが来るっていうのではなくて、幸せっていうのは自分の中で、中から湧き上がってくる感じるものだから、外から何か刺激があって、 うん幸せなことが起きないと幸せは感じられないっていうだけではなくて、まあ、もちろん外からの刺激でね、例えばあの、まあ、お誕生日でプレゼントもらったとかでもいいし、まあ、旅行に行って楽しいあのひとときを過ごせたでもいいし、何かそういう外からの刺激によって幸せだなっていう感じることももちろんあっていいし、あと一人でお部屋にいて、で、あのー、別に こうテレビも何もつけてなくて音もなくてっていう状態でお家の中でこう座っていても幸せって感じることはできるんですよっていうお話をさせていただきましたはいでじゃあ具体的にねじゃあ例えばうーんと1人で部屋にいてでおまあ椅子に座ってじっとしてるとでこの状態でどうやって幸せだなっていうことを感じる ことができるんでしょうっていうのを疑問に思ったあなた。<laughs> 今日は、そうそうそう、幸せを、じゃあ自分の中からこう分け上がってくる、感じるっていう、外からの刺激がなくても感じるっていうための練習ですね。練習で、うまあ、きっと調べたら、 あまあ、いろんな、こう、ね、動画を上げていたりとかする方もいらっしゃると思うので、私がこうやって拙なく喋ってること、えー、言葉よりも、こういう、こういう風にしたら、あのと、なんだ、うん、あ、こういうワークをしたらいいですよっていうような、うん、そういうお話ししてる方たくさんいらっしゃると思うので、そういう方がいい方はそっちも見ていただいた方がいいと思うんですけど、私が今日上げる、まあ、具体的にやる練習方法、 二つあります。二つ。まずですね、えっ、ー、と、自分がーと、自分は、あ、幸せだなっていう感覚はわかると。あ、こう、これってあ幸せだって自分感じてるっていう感覚はわかるんだけど、一人でじっと家にいたときにどうや、どうやったらこう幸せが湧き上がってくるのかわからんっていう。あなたは練習として、 その日のまあ、夜でも夕方でもいつでもいいですそのその,日、まあ、その日何があったかなーっていうのを思い出してであっこれラッキーなことだったこれは幸せなことだったこれはいいことだった自分にとってね自分にとってですよ自分にとってこれはグッドでしたっていうことをできれば3つ思い浮かべて、まあ、一番いいのは紙に書いていくのが一番いいんですけどねこう うーん日記みたいに何月何日で3つずつってやったらまあ1週間あのー、最初ねうまくできないと思っても1週間ぐらいは頑張ってほしいんですけど1週間頑張ったら20個ぐらいはダーって良かったこといいことラッキーなことが並んでいくわけだからそれを目で見れるっていうのは紙に書くのが一番いいんですけど。 紙に書くのが面倒だっていう方は、まあ、面倒だっていう方は、ここのね、今見た YouTube のコメント欄に、うーん、いいことって今日あった、まあ昨日でもいいですわ。いいこと、うーん、これがいいことだと思うことを、まあ、できれば3つ、1個でもいいですから、ちょっと練習でね。 うん、こういういいことありましたっていうのをこうちょっと自分の、うん、外に吐き出すっていう練習、うん、文字に書いて見れるようにダーッとノートに書いていくとまあ、1週間ぐらい頑張ったら、まあ、20句ぐらいあこれ良かったこれ良かったっていうことがあるので、ね、もうほ、うんとね例であげるも何でもいいです何でもいいんですよほんと朝起きて「は今日目覚ましが鳴る前に目がパッと覚めた」 で気分がいいってなったらもうそれでいいこと一つとかうんと家から出て家から出てでこう一番最初の交差点 青ですぐ待たずに渡れたとかってのはもう寒くなってきてるから、寒、いやほんと札幌も今氷点下なんですけど、寒い時に信号待ちでじーっと立ってるって結構辛いんですけど、信号待ちでじーっと待ってなくてもすぐ渡れたって、青ですぐ渡れたって、それももういいこと一つとか、まあそういうちょっとしたことでいいんですよ。ちょっとしたことでいいので、 まあ最初はこれこぎ、こじつけかもなって思うことでもいいから、とにかくよかったって、自分でこれはよかったなって思うことをできれば3つ。で、1個でもいいし、で紙に書くのが面倒だったら寝る時に思い浮かべてもいいし、 で、こういう YouTube の私のね、この動画のコメント欄を利用して、ここのコメントに、今日いいことありましたみたいな感じで、うん、コメントしていただいても大丈夫ですので、で、コメントはね、あのー、お返事、一個一個なんか個別なお返事って今させていただいてないんですけど、コメントはありがたく見させていただいてますし、で、あのー、ハートマークもね、 読んだらハートマークもつけさせていただいているので、はい、あのご自由にコメント欄使っていただいて大丈夫です。はい、でそれが、うん、と自分が幸せだっていう風に感じることを、うん、そういう感覚が分かるよっていうあなたはこれです。 これをやってほしいです。で、1日2日とかはちょっと、なんかいまいちしっくり来ないなとか、いや、これこじつけかなってなるかもしれないんですけど、1週間、1週間それ続けると、いやそれこそ、あの、うつ症状がある方に、1週間、今日を、うん、自分にとって良かったことを3つ書いてくださいっていうのを、1週間続けるだけで気持ちが、うん、明るくなったっていうデータがちゃんとあるので、これは、あのー、 うーんなんかおまじないとかそういうのではなく実際こう科学的にも科学的にもっていうか統計的に、うん、気持ちが明るくなるよっていうそういう事実はあるのでなんか頑張って1週間は、うん、やろうって思ってくれた方は頑張って1週間は続けてほしいですはいで次になんか幸せってよくわからんと幸せっていううんこう感情とか気持ちっていうかそういう思いが よくわからんっていう方はまず最初にありがとうから始めてほしいんですよ。ありがとうっていう感謝ですね。感謝の気持ちから始めてほしい。これも何でもいいです。何でもいい。自分一人でい,いるんだったら自分の体に対して感謝ですね。いやそれこそもうよく自律神経、自律神経とかって私も言ってますけど自律神経って自分で動かそうと思って動かしてるわけじゃなくて自分でこう これ動けとか止まれとかって言って内臓が動いたり止まったりするものではなく心臓はもう本当に24時間365日文句も言わず休まず働いてくれてるんですよ働いてくれてるから生きてるので,それ,でそれにありがとうって感謝をするとかですねうーんもう本当何でもいいんですよ <laughs> 内臓もいしこし、うん、それこそご飯をね、食べた時に、消化、吸収、代謝して、自分の体を作り上げてくれてる、この体、何もしなくてもそういうことをしてくれているので、それで自由に動けたりとか、ものを考えたりとかっていうのができているのでね、自分に対して感謝をする、もう手が動くとかにも感謝をするとかでもいいし、あと、うーん。 それこそお茶を飲んだとかっていう時に美味しく感じれるっていうのもこれも感謝ですよね。うんこれも感謝。いやそれこそそのね流行りの感染症にかかって味覚がとか嗅覚がってなると味分かんなくなっちゃったりするのでねそういう時に初めて味が分かるとか匂いが分かるってすごくありがたいことなんだなってそういう時になってからあーこ,うこういうことってありがたいんだって感じがちですけどそれを自分が、うん 過ごしている今の状態でもありがとうって思える、うん、気持ちをちょっと育てていくまずはありがとうですね幸せっていうのが感じられないんだったらまずありがとうって、うん、いうことをこれはもう最初こじつけでもいいのでやっていくこれもね1週間ぐらいね、うん、頑張ってほしいですねそれ24時間ずっと意識がある間に意識しろっていうんではなくて、うん、その日が終わる一日一日の終わり に、う、布団に入ってから、ああ、今日、うーん、ありがとうって思えることあったかなーとかって考えてもいいし、その日、うん、自分の体に対して、今日も一日動いてくれてありがとうって思ってもいいし、そういう習慣を、もうほんと最初ね、1週間でいいので、ちょっとやってみていただきたいなということで、今日は2つ、幸せを今度,今度感じるための練習ということで、2つですね、あげさせていただきました。はい。 まず幸せを感じれるっていう幸せだなっていう感情がわかるっていう方は1日3つでいいので今日あった良かったことを思い浮かべる書くうんコメントするでもいいのでちょっと自分の中でうん思考の中であこれがいいことだったっていうのをちゃんと認識するっていうことを1週間ぜひやってみていただきたいですで幸せってなんだかわからないですっていうあなたは まずは、うん、感謝かこうありがたいありがとうっていうことを、うん、こうまずは自分がね存在してるっていうことで、うん、一番一番やりやすいのは自分の体なんですよねいつも一緒にいるからあとえ何か何に対して感謝しようって思って周りの、うん、対象を探すのもいいんですけどそれでもいいでしょ。それ <laughs> この寒い寒い冬にこうね外から来る風を遮ってくれてありがとうみたいな感じでもそれでもいいんですけどそういう対象物を外に求めると外に対して意識を向けなきゃいけないんですけど、まあ、自分の体っていつも自分と一緒にいるからいつでもそこにあるのでね、うん、自分の体には一番感謝しやすいということではいこの2つ。 うん、をお伝えいいたたしましまはい、今日の動画いかがだったでしょうかいいのはいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。で、はあの書いたりなんだりするうところがないっていう方はコメント欄に今日あったいいこととか今日ありがとうって思ったこととかそれコメントにしていただいて大丈夫ですのではいぜひよろしくお願いします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。